よかったら付き合ってください。よろしくお願いします。まず顔を見てください。しゅんくん、3日間ありがとうございました。しゅんくんとはどうと一緒に乗ったのかすごく気にして、なんか好きかもって思ったんですよ。ですけどずっと考えて考えた結果、これは恋ではないなと思いました。なんじゃこれ。